ボローニャフットボールクラブ1909はイタリアエミリアロマーニャ州ボローニャを本拠地とするサッカークラブチームである2021から22シーズンはセリエ A に所属1909年に創立第二次世界大戦以前はイタリア屈指の強豪として知られセリエ A が創立される以前に2回のイタリア王者に輝く1929年に セリエ A がスタートしてからも、1935から36シーズンからの2連覇を含め1941年までに4度のスクレットを獲得した。戦後はしばらく優勝争いから遠ざかっていたものの、1963から64シーズンに23年ぶりのリーグ優勝を果たし、1969から70、1973から74シーズンには、 国パイタリアを制した。ところが、1980年代に入ってチームは大きく失速。1981から82シーズンは15位に終わり、リーグ創設以来初となるセリエ B 降格を味わうと、翌シーズンにはセリエ C1 まで降格。1シーズンで C1 は脱したものの、セリエ A 復帰には1988から89。 シーズンまで待たなくてはならなかった。セリエ A 復帰後も勢いは続かず、わずか3シーズンでセリエ B 降格、2年後には再びセリエ C1 に降格。この1993年には運営会社が経営危機に陥り、現在の新会社ボローニャ FC1909 を設立して再スタートを切るという事態も起きた。1990年代後半には、 セリエ A に復帰し、UEFA カップにも出場するなど、古豪復活の兆しはあったが、2004から05シーズンは18位と低迷して、セリエ B 降格。2008から09シーズンにセリエ A へ帰り咲いたものの、以降も降格争いに巻き込まれるシーズンが続いている。2008年6月、アメリカ合衆国のタグパートナーズとクラブの買収について合意。これにより、 セリエ A で唯一の国外企業所有のクラブとなるはずであったが、資金調達難航で失敗。地元建設業者のメナリーニケが代わって買収し、2010年夏まで会長を務めた。2010年12月、給与未払いなど破産危機に陥り、経営権はセガフレード社を保有するマッシモザネッティラをはじめとするグループに移行した。2014年10月、 アメリカ人実業家のジョータコピーナがボローニャを買収したが現在はモントリオールインパクトのオーナーでもあるジーイ・サプートが会長を務めている。スランプに陥った30代の選手がこのクラブに移籍すると復活すると言われている。2021年9月30日現在中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。イン中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。アウト中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。